こんにちは、みゆです。森です。本日は、足立区西新井にあるプライベートゴルフクラブ321さんにお邪魔してます。本日も私の100切り企画でまたレッスンもお願いしております。よろしくお願いします。はい、ではアプローチに移っていきます。はい、お願いします。お願いします。まあ、まず最初30ヤードからちょっとやってみたいんだけど、はい、まあ、2種類、30ヤード、この次15ヤードぐらい。15ヤード、はい。まあ、おそらく多分このぐらい そのピンまでちょっとこう距離があるアプローチが残りやすいっていうのと、なんかちょっとうまくいったけどちょっと足りず、エッジとかちょっと距離で短いアプローチ、大体このぐらいの距離、ジャン10、15ぐらいが使う場面とかシーンが多いかなっていうのが残り36あります。あります。なんでどのぐらい打てばいいんだろうみたいなのを悩みます。確かに、はい、だと多分30と15のその2つとりあえず打ち分けられれば、はい、なんかパタ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 とかジャゴジャ行ったりとか、うん、グリーン周りでこう叩きすぎちゃうことって多分おそらくあったと思うので、はい、ね、一人ラウンドのね動画とかちょっと見返してみると分かるんですけど、はい、でならないようにちょっとその2つを押さえていきたいなっていうところですね。かしこまりました。でもちょっと30ヤード、まあ、このシーン残った時に、はい、まずミツアだったら何番でどんなかどのぐらいのフィールドが出てるか。30だったら3度で30なので結構もう8割くらいで打っていく。あ、はい、ちょっと打っていきましょうか。はい、全体今のでこちら見てると肩から肩、はい、まあ、時の辺で言うと9時から3時いわゆるハーフショットって言われるぐらい、はい、で43と44ぐらい出てるから、こちらこれまず番手はサンドエッジでいいんですか。サンドエッジで全然問題ないと思います。はい、なるほど。振り幅的にはやっぱちょっと強いのかなっていうか、大きいかなっていう。森ちゃんでどのくらいなの。30ヤードですか。うん、はサンドウェッジで腰から腰ぐらい。ああ、やっぱりちょっとヘッドスピードとかが違うから、みゆちゃんにそれはちょっとあれ大変、ちょっと届かない可能性があるかなって。ああ、そのクラブ自体もレディース用で軽いので、そのインパクトのまだボールに与える力みたいな、私レディースを使ってるからちょっと強くなりやすい、それ距離が出にくいのはあるので、振り幅で言ったら時計の針でいきますよ。はい、時計の針でいくと8時から3時ぐらい、腰から胸ぐらい。ああ、なるほど。腰から胸、右腰から左腕。今右肩が左肩っていうふうなのなんで、腰ぐらい、だいたいこのぐらいの位置かな。このぐらいの位置から、ちょっとちっちゃくなるよ、バックスイングが。そう。うん。ちょっとやってみます。そう。あとちょうどそうですね。キャリー30。キャリー30なんで、まあ、ちょうどキャリー30だ。おお。ただ、やっぱその、女性の方とこう、ランってこう、落ちてから転がる距離は、多めに出やすいので。こうラウンド中は考慮して打っていかないといけないっていうんですけど、ただ大体腰から胸ぐらいの大きさで30と思ってもらうので、はい、もう一回いきます。大体うん、ナイス。これはさ、同じ振り幅で10ヤード違うんだけど、今多分スピード感をちょっと下げたと思うんだ。ああ、そうそう、うん、そうそうそう。だから振り幅を小さくした方がいいのか、あ、振り幅をまた小さくしてもらいたい。ゆっくり、まあ、減速させる、ふわっとボール打ちたいっていうふうにゆっくりこう振りしてるんですけど、はいはい、それはこういう場面だったら通用するんで、っていうのは芝の面になっちゃうと、はい、芝って実際根っこがあるから芝の抵抗が入るんですよ。
で減速ふわってゆっくり減速させて振っちゃうと自分の抵抗に負けちゃってザクっていってもっと距離出なくなっちゃう。実際コースに行くと、で小さい振り幅でもしっかりポンってインパクトしっかりボールコンタクトしてしっかりスピード感を欲しいので、はい、さっきの30ちょっと大きかったなって話した時ぐらいしっかり振ってもらいたいなっていう。うん、実戦になるとこうオーバーに振っちゃう癖があるじゃないですか、うん、そうすると余計振り幅小さい方がいいよね。実際大きなそうですよ、ね、そう胸までがさらに上がっちゃったら やばいじゃん。多分小さいに越したことはないと思 う、ね、イメージはちょっと、うん、皆さん大きくして小さくっていう打ち方が多いんですよ。ああ。だからすごい動画とか見返してくると分からないけど、ポーンって打ったらこうってなってることがすごい多いと思うんですよね。はいはい。だパチンって入っちゃうこともあれば、減速させないと強いって体が反応しちゃう。うんうん。で緩んじゃってダフーとか。はい。ってなっちゃう傾向というかリスクを抱えてるので、小さいところから大きく振っていくっていう練習をした方がいいかな。わかりました。確かにアプローチ振り向かない体向かなきゃいけないって言ってますもん。そうですそうです。でもそれもバックスイング小さくしてあげると、はい、まあ、なんか届かないなっていう感覚が自分の中にあるんで、うんうん、フォローができる距離取ろうってするんですよ体が勝手に、はい、そうすると自然と体も回ってくるようになるんで、うん、バックスイング小さくするって意識持ってあげると、はい、前に行ったら体回しましょうねっていうのも自然とできてくる。じゃあちょっとそっちで私はやってみます。そう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 、なんならもっと早く振っちゃっていいですか。はい。うん、確かにね、その振り幅だったら強く振ってもそんな飛ぶはずないから逆にしっかり振って大丈夫。はい。届かせてください。まず、はい、忘れてるかもしれないですけど。え、忘れてないの。今それ、え、それ。今三十のやつやった。いや、あの今時間ばっか気にしました今。時間？あのはい、あの8時ぐらいにしてあの振り向くっていうのだけを意識してたんで。多分そうなんだろうなって思ったの。今30はもうどっか頭の底。一個しかできなくて。1個限定なんで私の後それで届かせるんですよ。はい、バックスイングの大きさ変えないで、はい、必ず届かせる。あと10秒誰かしてください。そうこれで届かなかったらバンってあげるってことで、うん、じゃあ例えばピッチングウェッジにそれでもう一回ちょっと置いてもらって、それで、はい、ちっちゃく大きく、見ましたって言ったら、20だとしたら、それをピッチングウェッジに持ち替えて、同じく打ってみる。はい。うん、でも全然強く振ってないよ、はい、強く振っても40とかいかないから、はい、その番手を変えた意味がなくなっちゃう。ちっちゃくこのぐらい振ってた、そのぐらい振ってた、さっきまで届かそうと思って、速さで言ったら、そう、うん、ナイスいきなりなんですよね。できるじゃんか。サボるな。尺の悪口を取ってるわけじゃないんですよ。その尺の取り方はマジやめてほしい。
でそのままちょっともうちょっと距離の短いのをやりたいから見てね。さあじゃあ、またサンドウィッチにちょっと戻りますね、はい、次半分ぐらいの距離15ヤードからで、はい、ちっちゃくだからさっき腰ぐらいですよね。はい、80ぐらい。そう、それを7時からだからさっきの腰よりも低い位置まで上げていく。7時、そう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 、もう近いよね。そう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 、上げてくとき焦るわけじゃないですか。振ってくときにしっかり振ってってもらえばいいよ。そう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 、うまいっす、うまいっす。これバンって変えただけ？これはサンドイッチに戻して、だからバンって変えただけってことだよね。で、幅はさっきとほぼ一緒。テイクバック8時から7時にちっちゃくなった感じですね。だと速さとかあまり変えるっていう。そう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 。だからみゆちゃんの場合はピッチングウェッジの8時から胸ぐらい、2センチぐらいかな、胸、胸ぐらいで30ヤードで、サンドウェッジの7時から胸ぐらいで15ヤードっていう目安1個持っててあげると、ラウンド行った時に何ヤードって打った時に狙いやすいかな。そうですね、知ってるだけで。そうそうそう、絶対緩めちゃダメ。はい、うん、やっぱアプローチってみんなふわっとした柔らかい放物線描いたボール打ちたいって言ってこうふわーって打つ人いるんですけど、それ絶対ダメですから。なんで逆減速して打っちゃうと、ヘッドが、もう要はヘッドが一番重たいわけです。重りが先端についてるんで、ゆっくりになっちゃったらヘッドが先にこうやって落ちちゃうから、ダフったりする原因になっちゃうんですよ。へー、短い距離ほどしっかり打ってあげないと、スピンって言ってこう止まりやすい、はい、このままも打ちにくくなっちゃうんで、絶対緩めない。緩めてすっごい多いですけど、ハーツしたらね、近くを狙ってて、しっかり打つって成功体験何回も重ねないとなかなか怖いですよね。だからバックスイング気がついてる。なるほど。こっちは、うん、大きくでいいよ。大きくでも大丈夫です。それがしっかり振るっていう意味。さあ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 、減速させない、減速もさせない。そう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 、パチンでしっかりインパクト入れてあげるっていう。だその決められた幅の中でしっかり振るってだけでいいんじゃない。決められた幅で感覚で加減をするってなるとブレるから、決められた幅でしっかり振るってだけ。はい、あとはもう番手さあさあさあを把握していってもらえればいいかな。ただ30と15ヤードはみゆちゃんあれ覚えましたか、その自分が何の番手でどのくらいの振り幅でっていうのは。覚えました。 OK です。次はもうラウンドいっちゃいますよ。そしたらもうラウンドいっちゃいます。覚えました、はい、じゃあそんな感じで森先生ありがとうございました。ありがとうございました。この後はちょっとラウンド、ちょっと一回し今やったのを実践しながらラウンドしてみましょう、はい、シミュレーションなんでパーが取れるはずです。はい、じゃあそんな感じで次回の動画も楽しみに。